フリートラントは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク先州ゲッティンゲン軍に属すマチソンである。同州の最南部に位置し、ヘッセン州、チューリンゲン州との三州境界にも近い。自治体としてのフリートラントには、以下の14の地区が含まれる。この集落は、もともとは、領主の城、フリートラントを端緒とする。この城は1285年に、 初めて文献に記録され、30年戦争で破壊された。この城は、ンゲン・ヘッセンとの国境防衛に用いられ、後には、ゲティンゲン防衛線とも関連がある。ここはいわば国境監視所の役割を担っていたのである。1743年にその城址は大部分が、さらちにされ、得られた資材は、当時の役所や10分の一税倉庫。 粉引き小屋などの建設に転用された。機関車の記念碑フリートラントは、もともとは、旧ドイツ東部領土から放逐された、ドイツ人たちを収容するために作られた越境車、収容所で知られていた。この収容所は、フリートラントに疎開していたゲッティンゲン、大学農業試験場の敷地に、イギリスの占領軍政府が建設したものである。 1945年9月20日に運用が開始された。3つの管理地区の境界に位置するフリートラント収容所は、ハノーファーとカッセルとを結ぶ重要な鉄道路線沿いに位置し、難民収容所として絶好の位置にあった。第二次世界大戦後、戦争捕虜になっていた何十万人もの機関車がフリートラントに収容された。1955年に、 最後の捕虜がソビエトから帰還し、当時の連邦首相、コンラート・アデナウアーは帰還者たちに感謝した。1957年、収容者の社会復帰を援助するための、フリートラント援助協会が組織された。帰還者の入所の際には、フリートラントのコラールとして、ヌーン・ドン・ケット・アレ・ゴットが歌われた。その後、 この収容所はドイツ民主共和国からの越境者を収容する収容所として利用され、現在ではスパチャシドラーのための受け入れ先として知られている。2002年10月以降フリートラント収容所はドイツで唯一のスパチャシドラーの受け入れ先となっている。このフリートラント越境者収容所は連邦行政局の管理下にある。この集落の高台に1967、 六十八年に、帰還者記念碑が建立された。その中央には、憎しみを乗り越えた人々、あなた、法皇を和解させ、平和に貢献した人々、が互いに橋を築くと記されている。その記念の場所の芸術的な造形は、ハンス・バハターによる。九百七十三年一月一日に十四の、村落が合併して、新しい自治体が形成されたとき、 フリートラントの名前が採用されたことで、フリートラントという名前の知名度は決定的となった。この集落には2つの幼稚園と基礎家庭学校が1校ある。特に、フリートラント基礎家庭学校は、英才女性教育のモデル校の機能を担っている。フリートラント数学工房では計算障害児童も、天文豊かな児童も、極めてはっきりと数学を理解することができる。 学習困難時も目に見えて、成果を上げている。2008年8月から、フリートラント基礎家庭学校は、公共の全日制基礎家庭学校となった。グロース・シュネーンは、新石器時代の出土品が示すように、来ネ川流域で最も古い入植地である。グロース・シュネーンは、1022年に、初めて文献に記録されている。現在のこの地区は、 それぞれ固有の境界を有する二つの部分からなる。グロース・シュネーンの象徴は、ミューレンベルクの樹齢約千年の多くである。ここは、中世には、アムとフリートラントの重罪刑事裁判所であった。この集落は、地形の影響によりボーリングのピンの形をしている。南に高さ247メートルのアインツェルベルクがあり、北西には、ミューレンベルクがある。 その趣味役は、来ネ川のすぐ近くにまで達している。来ネ川を越える、平らなく墓地と大変に肥沃な土壌であることから、この村落はかつて多くの人に労働と日々の糧を与えていた。現在は、上級中心都市のゲッティンゲンへの便が良い地にある、ことを特徴としている。このため近年は、多くの住宅地、産業地区が開発されている。グロースシュネーンは、 自治体フリートラントの下級中心地に発展し、あらゆる基本的な社会資本施設がある。幼稚園、託児所、基礎家庭学校、本家庭、実家学校及び、生活必需品や健康用品の販売所である。グロースシュネーンは、自治体フリートラントの行政中心であり、警察署もある。多世代交流館が2007年12月6日に完成した。 ここには保育所、バンボーラもある。グロース・シュネーンには豊富なサークル、文化生活がある。それは、毎年9月第2週末の民族祭で最高潮に、達する。これは、グロース・シュネーンの、キルメス、または、地元の人からは愛情を込めて、低地ドイツ語で、ウーゼ・ケルメッセと呼ばれる。この祭りは1705年のセーミハイリス教会の、 性別を記念して始まった。この教会は、その82年前に30年戦争の混乱で、村の全域とともに怪人に返した、仙台教会の後継として建設されたものである。クライン主念は1036年に、初めて文献に記録されている。 北西にある高さ283メートルのドラムベルクと南西にある高さ276メートルのアイヒエンベルク及びローベルクのそれぞれの市役がクラインシュネーンの天然の境界を形成している。グロースシュネーンと同様クラインシュネーンもゲッティン原周辺領域で最も古い定住地の一つであり集落の南端から新石器時代の定住跡が発見されている。 集落の南東には多くの池がある。細切れにされた曲がり角の多い通りや路地がこの集落の特徴である。さらに敷地を囲む壁や一部には奇妙な丸屋根を見ることができる大きな家畜小屋を備えた堂々たる騎士の屋敷もある。近くに立つ教会は木組建築に囲まれた路地の牧歌的なものである。 リヒテンハーゲンの境界と防火用貯水池、リヒテンハーゲンは1318年に初めて文献に記録されている。この集落は、軍内で3番目に高いところにある集落である。地図に載っていないにもかかわらず、リヒテンハーゲンは比較的簡単に見つけることができる。この集落は、ニーダーザク選州イコールヘッセン州イコールチューリンゲン州のいわゆる三州境界から、 数キロメートルしか離れておらず、かつての東西ドイツ国境に面していた。このため、国境開放までは、税関役人と国境警備のための警官及びその家族の、駐在地であった。南に、約2キロメートルを東西に走るアウトバーン A38 号線は、森が豊かで山がちな周囲の地形のために、この付近では、長さ1.7キロメートル以上のハイトコプフトンネルと、 通ってており顕著なな役割を果たしてはいないこうした環境は多くのワンデリング客を山歩きへと誘っている。リヒテンハーゲンは特徴的な三角形のアンガー型村落で中央には境界があり、その傍らの消防用貯水池とともに絵画的な風景を生んでいる。1118年に初めて記録されているライフェンハウゼンは南西に開けた。 大きな谷に位置しており、森の豊かな丘陵や野原に囲まれている。集落の風景は、古いが修復された木組建築、広場上に幅を広げたバッハ通りとシュライヤーバッハ、川によって特徴付けられている。砂岩の壁で囲まれた小立ちのある民会場や教会、その目前にある、ルター記念碑、牧師館や幼稚園が、集落の中心を形成している。 シュライアーバッハ川の上流、キャンプ場のすぐ横に広がる標識のある森の遊歩道も脇に堂々たる岩が置かれている。村のこちら側には森のスイミングプールがあり、2008年に完全に改造、拡張がなされた。近くにあるスポーツ施設とともに TSV ライフェンハウゼンによって運営されている。村の公民館は図書館、青少年スペース、 共同冷凍庫、乾燥機、サウナ、果実紙の醸造施設、共同資料室、蓄撮場といった施設を備えている。2010年ライフェンハウゼンの住民によって、バイオエネルギー村ライフェンハウゼンエッグの暖房網が組織され、これにより村の約半数の家がバイオガスの施設の予熱供給を受けている。村の店舗の存続は資金融資システムを通して、 ライフェンハウゼン住民に支えられている。ライフェンハウゼンに依存をくす。森の木材利用は、免許を有する実務委員会に組織化されている。図柄、銀次の紋章で、目立つのは、ハーゲンベルクのフリートラント記念碑である。紋章下部の緑色部分中央には四本スポークの輪が描かれている。キュアムとフリートラントの管区は、おおむね現在の自治体としてのフリートラントと重なる。 この歴史上の事実は、紋章下部の四本スポークの輪によって象徴されている。フリートラントとその周辺地域の戦後史は、フリートラント収容所によって特徴づけられている。それは、町の名前を世界的に有名にしただけではなく、かつての人口を倍化させることにも寄与した。フリートラント集落の知名度は、 周辺の14の集落が合併して形成された新しい自治体がグロース主念に行政機能を置いたにもかかわらずフリートラントの名前を採用したことで決定的になった。多くの人々にとってフリートラントの名前はイメージや記憶の中でハーゲンベルクのフリートラント記念碑と密接に結びついており、このためこの街の象徴として紋章に描かれることとなった。 彩色の選択には、文章学的配慮の他に、朝日や夕日を受けて、記念日の灰色のセメントンの柱が赤く染まるということが影響している。この文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に再始直接参照してはおりません。ありがとうございます。